始まりましたエモチャンネル。はい、今日のテーマです。冬でも半袖それ寒いまあちょっとね鼻水ですけど、ティッシュを常備しながらやっていきたいと思います。はい、今日のテーマは目標を諦めないために意識すること。うん、で諦めたくないよ、そら諦めたくない。諦めたくないと頭では思っているんですが、ね、体が動かない時あるよね、うん、もう明日こそやってやると思ったら次の日の朝動けないみたいな、うんうん、あ、それ深いっていうか、なんか、マジそうだなっていう時もあるなと思うんですけど、うんうん、痩せるぞって思いながらもう手は動いてしまうみたいなね体が言うこと聞いて、強く思えば思うほどさ、リバウンドになってしまう時あるよね。あ、え、うん、それちょっと解説欲しいなってとこではあるんです。この体の俺が解説していい？いやでも身をもって体感してる部分もあるのかなって思いますが、あのリーナマンよく言ってるじゃないですか、うん、結構一説によるとみんな2月の半ばぐらいには目標諦めてる。あ、そうそう、世界中の人の8割の人が2月の15日に2021年の目標を諦めるんだって。うんうんうん、うん、やばいよね。それちょっとだって、もう2月じゃないですか、うん、やばくねみたいになって、ちょっとかきたてられたんですけど、うん、皆さんどうですかね、今年の立てた目標っていうのをまた覚えてらっしゃいますか、うん、っていうところで、うん、なんかこう2月になんでこう8割の人が諦めちゃうんですか。まあ、その統計だとは思うんですけど、うん、でもそんだけ諦める人が多いっていうことは、なんか自分たちもそのリスクがあるっていうことじゃないですか。まあ、リスクというかさ、なんか自分を知るってことが大事だと思うのよ。うん、今何歳ですか？29。29分の1年で29分の1じゃない、うん、じゃあ20歳の子は20分の1じゃん、うん、で俺は45分の1なんだけど、うん、あ、46分の1だ。いや、この1って重みが違くない？違いますね。1割46と1割20って違うじゃん、うん、っていうことは1年ってだんだん年とともに薄まるんだよね。うーん、うん、確かに、うんうんうん、でさ、俺年も影響してると思って、どうしてもなんで大人って頭が固くなるかっていうと、うん、同じことを30回40回50回繰り返したら、うんうん、それはダメだとか、うん、あっちの方がうめえぞっていう固定概念ができていくじゃん。はー、うん、なるほどね、やっぱり若さって宝だなって思うのは、過去のデータがない分、うん、もう言われたことすぐやっていく。確かにスピードが早いよねそうですね、うん、だからなんかこうどうしても過去のこのうまくいかなかったこととか、うん、それをデータをもとにこうね、自分がそうだね、だからじゃあこうだって決めつけちゃう部分もあると思う。だから人間の脳みそはさ、記憶と直感しかないから、うんうん、なんか過去にさ、例えば傷ついて、例えば年下と付き合ってうまくいかないみたいな、うん、そうすると年下はもう私に合わないって思いがちじゃん、うんうん、何回も騙されるともう騙されたくないみたいな、うんうんうん、でそう思うからまた引き寄せたりするよね。でもそれは記憶であって、うん、パッと見てこの人素敵だなって思ったら直感が重要だよね。うん、記憶と直感であることを分かっておいて、記憶から引っ張り出してんなって思ったら、うん、直感を大事にする意識っていうのは大事ですよね。俺はね、本当にそれめっちゃ考えてる。でそれをスキルって言うんだよ。ほう、スキルっていうのは手先だけじゃなくて、考え方もスキルが必要で、意識すること、あ、この人に今俺は不安を抱いている、なぜかというと記憶をたどってるからだっていう。でもこの人と過去の人は違うと、うん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 、だから直感的にこの人にときめくんだったら、例えばビジネスパートナーになってみようとか、そっちの直感の方が大事よね。いや、ブルース・リーも言ってるよ、考えるな、感じだって名言ですね、うん、考えちゃう、いや、年齢怖いですね。で、考える理由は、傷つきたくないが主だったやっぱり思考だから。うん、そうか、過去に傷ついてる、自己防衛本能が出てくるよね。あ、うん、なるほど、なるほど、なるほど。うん、そっか、感情、直感の方を大事にするっていうのはすごいコツかもしれないですよね。まあ、それに加えて、じゃあまあこうリーナはそれ今言った過去からなんかこう判断しちゃいそうになった時は、うん、まあ、直感をって言ってましたけど、うん、なんかその過去をついついこう引っ張り出してきちゃう人って、なんかこう、いや自分意志弱いなって感じる時とかあると思うんですよ、うん、なんかこうついつい、でもなんかそんな自分が意志が弱くても、なんかこう立てた目標っていうのを達成していくっていうことは全然それは意識で可能ですか？だと思う。俺はなんかそれは精神力の強さだと思ったんだけど、うん、実は俺全然違うと思ってて、うんうんうん、俺
夢を叶える最大の方法はその夢を忘れないことだと思うんだよね。忘れない、だって iPhone にはリマインダー機能っていうリマインド、今の気持ちを思い出すって機能があるのに、人間の脳みそには今日やる気になったり、この人を愛そうって思った気持ちがどんどん忘れていったりするわけよ。だからあの時のあの気持ちを忘れないっていうのは実はとてつもない能力だと思うんだよね。これ言い方変えたらしつこさでもあるよ。あの人子供の時から同じことばっかり言ってんなみたいな、悪く言うとしつこさであり、よく言うと一貫性なんだけど、その夢を忘れない力っていうのはとんでもない能力だと思う。だってイチローの小学校の文集とか、本田圭佑も石川遼も、もうみんな小学校の時に今の未来を描いて書いてんだもんね、作文に。本田圭佑なんか10番でセリエAに行くって、本当にそうなったから、すごい、書いた通りになってる、すごいね。それって精神力じゃないって言ってましたけど、忘れない力っていうのは精神力じゃないんだ、なんかコツとかあるんですか？能力じゃなくて能力だと思うんだ。ブレインパワー、考え方だから、だから原始的だけど自分の夢を紙に書いて貼っておくっていうのは結構大事だし、それを目にすることでちょっとなんか呼び起こされる。だって忘れないことが重要じゃない？例えば今日今年こそやったるぞって気持ちがだんだん薄れていった時ってあるじゃん。ありますね。今考えれば恥ずかしい話よね、あいつ嘘つきじゃんみたいな。でもそれは嘘つきじゃないし、精神力が弱いんじゃなくて、ふわっと忘れていったんだよね。だからどうすればいいかって思い出す工夫がいると思うんだよね。なるほど。あとやっぱりその目標達成じゃん今日は、目標達成できない理由の中に自分を知らないってことだと思うの。このじゃあ5年間を振り返った時に、俺はよくあったパターンが、その12月の15日から来年の目標を考える、1月の1日に書き初めをするみたいな、で10個の目標を立てる、そして15日まではなんとなく正月気分、で31日にもう終わりみたいな、そして2月頃に来年こそはというのがよぎり始める。で春だからとか夏だからとかね、なんか意味不明な、春だから俺はそのパターンをちょっと解析してみたのよ。おお、なるほど。じゃあ何が大事かって、1月の世の中のうまくいってる人って1月の1日からロケットスタートやってんだよね。人が遊んでる時間に何かをしてる、チャリンコで言うとさ、坂をぐーっと上がっていって下り坂って結構ペダル離すじゃん、成功してる人ってね、下りを漕ぐのよ全力で。ほう、なるほど。結局その差だったりするの、ちょっとした差なんですよね、やってることは変わらないにしても、やってる時期がね早かったりとか、大事。だから俺あとね、本屋さんにもちょっと理由があると思うのよ。本屋、その何、先延ばしする癖を直す3つの法則とか、3つだけじゃ無理だぜみたいな要はみんなそのやり方とかロジックでなんかちょろっとなんか生産性を上げれる方法ないですかとか、ちょろっと3万円稼げるノウハウないですかっていう、まああるっちゃえばあるけど、それだけじゃ無理じゃない。確かに確かに、そうですね。日々の意識がですよね、だからその忘れないっていうのも、紙に貼っておくっていうのもそうですけど、あとさ、よし、じゃあもう今日を起点にこの1ヶ月私は頑張って達成するんだってなった時に、これもコツだけど、60% のパワーでいくっていうのも重要ね。そうなんだ、初めて知りました。よし、今日から10キロ走るぞって思った時に、10キロ走ったらもう次の日立てなくなるんだ、普段運動してないんだから、だからよし今日はもうやる気だから5分だけ歩こう。なるほど。その 60% 疲れないためにってことですよね。だから意識的に 60% ぐらい、でじゃあ5分で 60% じゃないじゃん、でも、ね、明日は6分歩くよ、明後日は7分歩くよ、こうやって慣らしていくしかないじゃん、ほらファスティングした後にさ、こうあの思いから回復食のようにちょっとずつしか無理だし、輪ゴムってミーって引っ張ったらプチって切れるやん、でもさ、輪ゴムってミョン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 ってやってたらだんだん伸びていくんだよ、だから成長ってあのスピードなんだよね。なるほど。だから大事なことはウィーって力を瞬発的に入れるよりも、もう無意識でもいいからミョン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 やってたら勝手に伸びるじゃん。だから成長ってそういうことだと思うんだ。なるほど。
60% の意識ってすごい大事かもしれないですね、うん、だから続いていくし、うん、伸びていくっていうのはありますよね、うんうん、時間来ちゃいました。はい。これ答えになってた？いや、答えになってますよね、うんうん、でもどうでも忘れないって大事だなと思いました。今日こうまとめて感じたことはやっぱり、うん、忘れないための工夫を自分なりに、じゃ自分はこれやってたら忘れないなとか、なんかこう思い出させてくれる人に会うとか、なんか大事だなと思います。大事ね。そのなんか諦められない人にコミットするっていうのは大事ね、うん、で、俺一番諦められない人って実は SNS だと思うんだよね。ストーリーに私3キロ今月で痩せますってコミットしたらちょっと恥ずくない？いや、恥ずいですね。見られてます。だから人もいいんだけど、せっかく SNS があるんだから、公衆の面前でやりますって言えばいいよ。皆さん、これってすごい強制力になるよね。うんうんうん、いや不思議よ、みんな俺は自己管理能力がないとか言ってるんだけど、うん、会社には行くじゃんみたいな。管理毎朝行ってるじゃん。いや寝坊するんです。会社には行くじゃんみたいな。じゃあ同じようにやろうよっていう、そこの感覚でやるっていう意識は確かにやりやすいかもしれないですね、うん、大事だと思います。なるほど、はい、ちょっと皆さんもね SNS とかもね使いながらちょっとやっていってもらいたいなと思います、うん、はい、それではまた次回のテーマでお会いしましょう。さようなら。はい。